ランバンスポールプレゼンツゴルフクリエイターナンバーワン決定戦高青年っぽいなんでまるで高青年じゃないかのように言うのいい感じでした、はい、見た目がヤンキー見てそう、いや言われたくないわ自己紹介してください。どうも、普段モデルとかやらせていただいてます中岡圭と言います。圭と言います。どうもどうも。かっこいいね。サラパチャンネル1回カメラマンで声の出演はしてるけどね、あの顔見た人はあんまいないと思うんで、はい、うん、ほぼ初めまして状態なんですけれども、今日もイケメンですね、うん、あー耐えたそしてはい、ミューゴールフチャンネルのミューです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい、かわいい、大丈夫かな。いや今日でも情報がなさすぎてどこの方なんだろうって思ってた。確かにそうね、抽選会の時どうものみともですって言って、あの自己紹介してたんですよ抽選会の時そしてちょっと人笑い起きました。あだいぶ持ったかも、はい、そして今日はなんと K 君のお友達が応援に来ているということで、ちょっとこんにちは。これにガラ悪いって言われました。ちょっとね、応援に来ましたので、満面だ。ありがとうございます。頑張って。ね、頑張ってね。え、うん、今日のルール確認しますが、はい、9ホールマッチで、はい、レディースティーですよね。レディースティーです。白。おっしゃ。本当に白。白ちょっと申告したティーでって言われたので、僕は白。あれ本当に白。白。バックいくか。あ、フルバックでしょ。男はフルバック。フルバックないない。バックバックバック。バックね、さすがに。バックいきます。バックいきます。いいハンデだよ。いいハンデだよ。それでちょうどいいと思います。うん。振るよ。よし、じゃあ頑張っていきましょう。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日一日よろしくお願いします。お願いします。421。おお、まさかまっすぐ行くと思わなかった。ね、チーピンかと思った。ナイスナイス。お願いします。お願いします。おお、ナイスショー、上手ですね。やばい。ほら、やっぱフルバックでいい勝負。いい勝負ですよ。でしょ。あ、当たった。距離良かった。もしもし。あ、シャンクじゃない。おー、シャンクしてるよ。お、うまいじゃん。おー、まあ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 。想像とちょっと違う。やるときあるからね。うまいね。うまいね、なんかね。ゴルファーみたい。勝っちゃうかもしれないね。ね、これ勝っちゃうかもしれない。フルバックでよかった。うん。バックだ。でも白からだったら多分ここにないんじゃない。そう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 。ん？いや。オッケー。黒もいいけど白もいいよねって話して。ああ。うん。色白が好きですか？ケイ君は。俺は色白が好き。うん。ミユちゃんは色黒の男が好きですか？色白が好きです。あ、おっと。ね、俺ね、こっち側白いんだよ。なるほどね。え、ジャパニーズですか？いや、ハーフです。あ、ですよね。はい、フィリピンハーフで。あ、うん、そう、だからハーフだから勝手にあの、で、ずっと野球やってたんですよ。はい、で、自分としていいってなって。今日から白を目指す。ケイ君って面白いよね。
ケイ君今日から白を目指すそうです。美白になるの？あ、今日から美白？なんか美白美容液ちょうだい。え、なんで私が？67ヤード。あ、超えた超えた。ナイスして。うわ、これ案件もらった。めっちゃエロいじゃん。でしょ？うん。おしゃれ。東京インテリア。涼しい？涼しい。どんだけ撮るんだ。もういいわ。サービスショット。サービスショット。あなた背中って醤油汚れてる。嘘。なんで？汚しといた。惜しい。ボギーかな。そうね。うん、ケイ君それ入れたら勝ちだよ、うん、知ってた、うん、味方の意味めっちゃお送りするけど味方だよ、ね、一応現状把握。なるほどね、それ大事。強っ。気合いの入り方が違うね。いつもの気合いの入り方。強っ。こんなに強くやつガチャって入れようと思ったの。ケイ君のスイングイメージ知りたくてさ、ちょっと教えてもらっていいですか、うん、最近の。最近は、はい、まあクラブ開かないようにこうやってシャッシャッと上げていくじゃん、うん、ちょっとアップライト気味に上げていって、うん、トップで、うん、こんぐらい倒すシャローダッセン・ジョンソン。そう、うん、で、そっから、うん、こういいね。おおいいね。なるほど、なるほど。いや、もう本当はここまで行きたいんだ。右だね。パッパッ。あー端末魔かよ。出てきたね。大丈夫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 。パーが効いたわ。出てこいって意味じゃないから、ね、あ、違うの。 あ、そうなんだ。拷問かよ、マジで。わーすごい。ね、470ヤード。長い。ちょっと長いね。オッケーオッケー。大丈夫。どっから打つの？え、こう赤食いだから。待って待って。うん、ナイス。残り280ヤード、5番。250ぐらい。大丈夫だと思ってる。どうなの？大丈夫？
一応ね。まあね。え、一応打ちなよ。一応ね。うん。そんな雑にドロップすんの？埋もれちゃってるよ。5年目入っちゃった。おお、結構やってますよね。うん、嘘。ん？5年目か。そうそう。結構早くから始めたの。コロナ禍の時に大学生で授業全部リモートになって、はい、その時ちょうど付き合ってた彼女に振られて、もう家で抜け殻になってたんですけど。ケイ君のドロップの仕方します。お、いいよ。あ、バンカー。ちょっと噛んじゃったね。あ、超えた超えた。ナイスー。うまい。全然セーフではなかったね。まあギリギリセーフだ。この姿を映したい。どうも。カップルみたいになってます。めっちゃ疑われるよね。疑われる。うん、見えます。多いよね。いや、DM でも未だに来る。あ、マジで。でも最近さ、一緒に写ってないからさ、うん、破局説出てんじゃない？出てんじゃない？破局説出てる。出てんじゃない？しかもさ、私4月1日にエンター君と結婚したからさ。そう。聞いた。あ、そう、エンター君と結婚したんですよ。え？そうそう。めっちゃいい子だね、あの子。心優しい。騙されちゃうよ。変な壺買う？52やの、58だね。はい。多分ダブらない壺とか買っちゃうよ、あの子。練習場の中でました。そして俺と共に。優しいね。これはいい。うん。乗った。練習したからね。うまいよ。うおい。まだまだ、まあまあ、これから一打目が悪い。そうだね、うん、その後どうでもいいんだ。そうでもいいんだ。一打目が悪かったからこれ決まってくる。あー、やばい。ジャボンって落とした。超えてる？超えてるか。じゃあ大丈夫。すごいかも。超える。うん。うん。あ。
あれ激ピンだね。かなりの激ピン。ミドルクラスには。ちょっと厳しいね。うん、あっちか。別ルートで。そうだね。そうだね。手を回ろうか。あっちに外すやつなんかいねえだろ。な。大丈夫かな。何が？でも、ね、サナちゃんファン優しいもんね。炎上が怖いらしいよ。炎上くらいしといた方がいいよ。一回ね。もうすでにあのゴルフ YouTube でのアンチが観賞寺チャンネルに一匹出てきたから。なんて言われたの？なんかカン君はキャラが立ってるけど、K は何者かわからないし謙虚さがなくてイラつく。自己紹介しといたら。そう、カン君のチャンネル自己紹介1ミリもさせてもらえなかったからさ。自己紹介なんかいらないでしょ。いらないか。普段は何してるんですか？普段モデルとかやりつつアパレルの会社でバイトしてます。お誰がもアパバイ。あれ、ケイ君すごいいいとこあるよ。全然タイプ。写真がめっちゃイケてましたよね。いや、あれクソ恥ずかしかった。こちらへどうぞ。この辺に写真貼ってあります。めっちゃイケてた。もう写真渡してあるもんね。うん、持ってる。僕が選びました。いいっしょ。あれ目立ってたよね。いや薄いね。翔太だね。翔太なんです。盛り上がってるね。あれ盛り上がってるのかな。うん。ドダウンに構えすぎじゃない。どうなってんのそれ。すごいね。これ多分相当こう構えてる。うん。おお、うまい。ナイス。ボギー。ナイス。うまいね。ドロー。ドロー。ドロー。ワンナップ。ワンナップ。耐えてる。耐えてる。耐えてる。シャンミューワンナップ。シャンミューワンナップ。つらい。あれで死ぬとかどんだけメンタル弱い。マンボより弱いじゃん。ナップレーやったことあります？あ、前回も出てたんですか、これ。あ、そっか。ケイ君結婚してる？結婚して。あ、結婚したいんだ。いや、結婚する。気もあるし、うん、結婚式のスケジュールだって開けてあるんだけど、うん、相手がいないよね。スケジュール開けるいつだって開いてるよ。あ、そう。毎週月曜日よく俺が毎週月曜だって知ってるね。ああ、毎週月曜日開いてるよね。そう、なんで月曜日？もともとその YouTube やってた時から月曜日に編集しなかった、うん、毎週やってたらカンクに合わせて月曜は開けてる。あ、そっか。ホルモン店は日経休みだもんね。あ、それに合わせて月曜日開けてる。彼女だの？ここ。ワンちゃん付き合ってるまだある。まあフィリピンだとあるあるだもんね。ところ。どこ狙うんだろう。
大丈夫。ポーズがいいフィニッシュだな、ね、かっこいい。多分どこ狙うっていうかボール狙ってんだろう。あ、そういうことね、うん、あのバンカー縁ギリギリぐらいの。なんで？やばい。あ、あ、耐えたんじゃない？こっちに戻ってきてね、え、耐えた。あ、出てきた。木の裏にある。あぶねえ。危ねえ、危ねえ。せいくんまた勝っちゃうところだったね。危ない、危ない。どっちの味方だよ、俺ら。え、でも本当どっちの味方してるしな。え、ちなみにどっちの味方してる。いや、敵も味方のないよ。二人に最善を尽くしてほしいと。ああ、優しい、うん、フェアプレー、フェアプレー。そうだよ、みんなを応援してる。ありがとう。え、各スケジュール決まったら教えてよ、応援に。全然決まんないんだよ。満載ですか。まあ、いいんじゃない。紙一重。こちらになります。おー、ナイス。味方してますね、あれは。あんなとこで止まる質。入れないと負けます。オーケーです。はい、ってなわけでね、4ホールか、はい、4ホール終わりまして、オールスクエア。スクエアです。はい。いい戦いしてますね。うん、しびれる、うん、本当お互い耐えてるなって感じで耐えまくってますね。はい、いやー、ちょっとね、こっから、ね、頑張って差つけれるように頑張りたいと思います。はい、はい、で続きは、後半の5ホールは私の方のミューゴルフチャンネルで配信するので、ぜひ見てください。はい、見てください。リンク貼ってあるんでね、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、バイバーイ。グローブ着たな。